まだ ちょっとそれはその、やめてもらって。このでかい貝殻、隠し通路の目印になってるぜ。ここ壁沿いに進むのは。コメントめっちゃ来てた。それはそれは大量に来てたな。ゴール後ろのホテルに入れるよ。結論。先延ばしにはできんてるんや。なんかこれ目に見えない。びっくりした。これ完全に三つ目じゃんか、コッパー。何らかの理由で廃墟になったホテルがありまして、今回ここに潜入調査ということで霊夢さん。いや怖いわ。多くのカービィ系 YouTuber がここを取り上げてるくらいの、曰くつきスポットらしいですよ。カービィ系 YouTuber って何ですか？ちゃんと怖がるゲストを呼んできました。ヨウムさんです。あのヨウムさん、すいませんヨウムさん。いいのか？どうしました？まだすぞ。ちょっとそれはそのやめてもらっていいですか？覚悟しろ。うわぁすごいこれ、フェンスの向こうにお宝たくさんある。こっちにも何かありますね。これ押したらやばいって、大量の海中が起きてくるって。そんな気持ち悪いもの降ってきたら失神するわ。カッターに切り替えて、うわぁ上から宝の部屋開きそうなもの降ってきた。何この富裕層が奴隷たちをコンベアの上走らせて笑ってたみたいなギミック。着眼点が特殊性癖のそれだろ。しかし本当に謎ギミックだな。あいつはあれでいいのかよ。あいつらはあれでいいのかよ。コンベアに乗るだけの人生だったのよ、きっと。では、家もかけちゃうでおい。これかなり豪華なホテルよね。こんなドッキリギミック作っちゃってるんだ。絶対豪華ホテルだろ。はあよかった、怖いとこではなかったですね。普通に綺麗なところですし、一泊しちゃいますか？いやいい。いい。あらま、もったいないですね、お二人。すいません、インフルメタルカッター一丁。任せろよ俺に。一人称俺だったんだ。Time for a little fun. ノリノリじゃねえか。ノリノリだな。撮影タッカー、これ何電動ノコギリ、ディスクグラインダーだ。鉄研磨するやつ、だよな。研磨する気がないとがり方してる。壁に当たると反射する。どうなるのこれ。使用的には普通のカッターと同じで、ダメでたいですか。でかいなおい。こうやって投げてカービィはジャンプでキャッチしないようにして。お前待て。これ密室最強だろ。溜めたやつもっと反射する。やーったー。これめちゃくちゃだな。私これっす。私これで食べてく。何を食べる。うわー。ドラゴニックチャレンジ。導火線に火をつけながら氷を溶かして道を作ってくチャレンジだな。あ、これはねー、マリサねー、嫌な予感してきた。まずいぜ。まずいのはお前だ。帰れジャングルに。帰んなこら。あ、ダメだこれ。普通にダメだったじゃねえか。プライドなんかねえぞ。確実に目標タイム狙いに行くスタイル。どうラゴニックチャレンジ。速度上げたのはいいんだけど小回り効きにくくなっててさ。一丁一短か。ベストな動きはバーニングで全部一掃することなんだろうけど、絶妙な配置だな。おいな、スピード上げてるってのもあるだろうけど難しいね。この3秒をどう縮めますか。あれー、増えちゃったね。バーニングの終わり際にちょっと体が浮いていくのが地味に難しさ上げてるんだよな。もしかしたら全部バーニングなしで細かく溶かしていくのがベストか。バーニング使ってバーニングで帰ってくる。バーニング返し返しやー。おーわおわ、おっこおわおっこー、むわってんごろろく。このタイマー鳴ったらもうダメか。なんかタイマー鳴ってる間時間止まってない。制作側の手加減かな。まあダメなんだけどねや。あと 0.24 秒か。早くしてくれー。このまま落ちればいけるか。マリー、霊夢。コーヒーでも飲もうか？ブチギレじゃねえか。これは来た。油断しちゃいけない。油断するんじゃないよ。しゃあ、時間かかったわ。ファイアチャレンジはきついのばっかりかよ。ラゾーナ川崎プラザ。すげえ一言もあってない。裏って何？ステージ1の時が表って何が表なのそれ？街灯が随分高い位置にあるな。相当砂が風でここに溜まったんだろうか。照り返しが綺麗ね。ていうかアライブルモールってチェーン店だったんだ。お邪魔します。いらっしゃいませ、こんにちは。うわぁ、すごい2店舗目だ。すっげえあの初めて来たのにあの、なんだっけ、士官のやつ。なんでスクラッチさせた？ここって2階だよね。そうみたい。奥行けそうよ。おお、裏側に回れるのか。すごい曲も変わったぞ。裏アライブルモールって物理的なものだったのか。バックヤードがじっくり見れちゃうんだね。フルメタルカッターが火を吹くね。ビルギットだけを殺す機械かよこれ。音楽さ、すごくないこれ。表で流れてる曲がバックだと壁挟んでこもって聞こえる演出になってるわ。ここのでかいアイス頬張れそう。下の部分だけか。おわ、入れてくれと言わんばかりの壁穴が。これ誰がどういう状況で用意したんだよ。スケベなやつでもやったんじゃないか。やめろ、これ帽子入る。入ってんじゃん。入ってんじゃん。あ、偽パックマンがいる。本当だ、パックマンだ。今度は丸か。今度は丸だ。表に何かはめ込み要素があるはずだ。あったあった、海生物カービィになって。まあ、かわいいわ。かんよ。何か。何もなかったわ。ようやく見つけた位置はドル。次は長方形。本当に誰作ったんだよ、この穴。地下にあるみたい。バックヤードに天窓入れるとか従業員休めねえだろ。あ、SCP、SCP だやって。超かわいそうなことなってなかった。思ったより柔らかそうね。あいつ下の空間に来まして、あ、従業員スペースっぽく見えただけだ。普通に廊下か。スーパーによくあるワープ床に乗って。初耳ぞ。分厚い壁に隔離された従業員室ではドル。カービィさんこきました。カービィさんこき
この壁の向こうにいるのだあれだ。え、カービィじゃなくて。正解はネタメイト卿だ。なんだ今日いらしてたんですね。申し訳ありません。へへ、今日がいらしたからにゃもう安心だぜ。コテンパンにしてやってつかーさい。周りにゴルドを配置されたな。まあ真ん中陣取ってれば余裕だろ。ハンマー出るってことはハンマーギミックあるってことよね。壁と床に刺さってますわ。あそこの宝箱何入ってるだろう。ワイルドハンマーだってよ。ボンカースのハンマーだ。なんかありますよって感じの時計だ。取れそうかしら。びっくりしたな。もう少し間隔早めに来られてたら食べれたのに。ちょっと動き遅いわよね。ダメ出ししないでやってくれるか。こんなところで寝てるのディーブ用心だよね。食べようね。出てるよシリアルキラー。砂を吹き飛ばして回収だ。鉄球ぶち込んだのか。野生のちゃんこう犯いたんじゃないの。誰がわかんだよちゃんこう犯。いやいや、あいつスマブラ出てるんだよ。スマブラやってて知らない人いないでしょ。そうか、あいつスマブラ出てるんだったわ。大人数に周知されてて当然の鉄球使いだったわ。なんならここにもほら。なんとだ、群生してるのかなちゃんこう犯。誰がどんな理由でこの足場モールに作ったんだよ。これ何かの展示乗せたり引っ掛けたりする用の足場じゃなくて。あ、そういうことか。おい、このポヨスケベすぎんだろ。まずくない？嫌な感じしそうだよねやっぱりな。ここは？な、何この趣味悪い空間。捕まってるわ。ドル見ながら食ってる飯を。じゃあ私も食べていいってことだよね。なよな、何免罪符にしようとしてるんだよ。つけた、入ってんじゃん。つけた、入ってんじゃん。つけた、入ってんじゃん。よし、漏れなくいけたな。ここはテラスになってるのか。表のモールと大体一緒ね。もう砂舞いまくってるけど絶景だったんだろうな。あっちゃー指定能力系のやつだったか。調子乗って今日余分じゃなかったわ。あらまあ可愛いわ。ほっぺたに原始的装飾が施されている。まんまワイルドボンカースだ。ピコハンに打って変わって連射を捨ててフルパワーになったわね。石尾の、石尾の、ダボちゃんも出てくるわ。確かに振り遅い。威力は高いが、ボス戦特攻って感じでしょうか。鬼殺し1。鬼殺し2。で、鬼殺し3。高い、派手だな。おい、カウンター鬼殺し死体で即溜めて敵の膝ぶっ壊しに行く戦法でいけそうね。いいから。うわぁ、クイッターもやってるので。で、カッターでボンカースターをしてきましたよっと。レンジャートレジャー、壁についたスイッチを打ちながらぐるっと回っていくぞ。スイッチを全部押すと柱が細くなって次のフェーズか。これぞ2点5Dって感じの構成ね。サンシャインのクッパ戦みたい。ロボボのハルトマン戦もこんな感じだったね。難易度自体はそこまで高くないな。これそのまま飛んでく方が時短になるぜ。あー、簡単だったわ。じゃあ目標突破してもろて。まあ、にあーえー。キャリアブルナイスシャイ。急げニードルチャレンジ。もう見たまんまだな。ニードルを展開しながらひたすら転がりまくるだな。これは気持ちいいしスピード感もあっていいな。しかも余裕そうだぜ。誤差だろ。誤差埋めるの役目だろ。うわあ、落ちたー。ダメだ、届かねー。最後の木箱これ飛び越えた方が。お前またやったな。使えるものは使うと。あーた自身が飲まなくてもいいだろうが。ちょっと動き早くなるだけだから。絵面がまずくなるんだよ。ムーンライトキャニオンっておしゃれじゃないですか。うわー、大渓谷。自然の力強さよな。ひたすらに登っていくステージ。なんか急に普通に設計図があるで。おい、ドリルの進化だ。少し取り回し良くなってるといいな。手配書剥がして。ここからは行動になってるのね。出た、大好きな頬張り。テンション上がっちゃう。立派な渓谷見せられて進むの。その中の行動ってセンスいいわ。お前らの中で周知しとけよちゃんと。また随分大きな装置ね。わいいな、この武骨なメカっぽい模様。この辺からガシャガシャンと。おー、いいね。思ってたのと違った。早い早い早いよ。引っ込むの早いな。しかし暗いし足場も細いから用心して。お前またなかったことにしようと。あの柱ほんとカービィだけに害をなすの変わらずだな。そろそろ出口かな。ここってトンネル開通作業の現場だったのかな。なんか資源を採掘ってよりかは道路開通な気がしてきた。外だ。すごいでかい自動ドア。おお、すっごい登る予感だ。あーらまあ、しっかり練られた演出だ。曲調もアングルも完璧だな。おい、サンゴとテトラポット、あれは船。この辺も全部水没してたみたいだな。じゃあさっきのトンネルは海底トンネルか。もしそうだとしたら元海底トンネルをゲームで見たの初めてかも。でこんな口にもワドルが。今私、旅館ビンビン来てるぜ。な、何のですか。そうや、お前隠し通路だよ。この辺切り立った崖だらけ。ってことはその隙間ったらもう隠しの温床よ。隠しの温床って、なんか既視感ある道ね。洞窟大作戦に同じトラップあったな。向かい風ビュービューに吹いてた通路にスリープトラップ。待ってー。いや、待たないだろ。とびー。あいつかわいそすぎるだろ。わー、もっとかわいそうなやついたー。おい、逃げろ、起きろ。とびーの、のび、大丈夫か。ダメだー。ここの字に厳しすぎる。キャニオンって名前だろ。で、ここに何かあるだろ。やったー。私あの缶も捨てたもんじゃなかろうぜ。ついに報われた。ついにとか言うな。はい、見つけましたよっと。怒りの後ろ、これ隠し通路ですね。このデカさの裏はあるな。あるわけねえだろ、ドテカボチャが。お前見てみろよ、ここ霊夢。このデカい貝殻、隠し通路の目印になってるぜ。ここ壁沿いに進むのあるな、これ。今日も冴えてるな。てねえな、おいな、あまりさ。むむ、ここはアーチのグライダーに素直に乗らないんですよ。あー、確かにアーチに乗らないで進むとカメラが動いて着地場所が出てくると。その通り、ここは確実。わざっと駅まである。
覚悟の準備はしとけよ。許してください。風力発電のプロペラが埋まってる。とんでもない倒壊の仕方してるわね。岩も崩れ出してるわ。なんでだよ。後ろで敵が押してるんじゃないの？あれも。いや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 、DC コミック映画かよ。マンオブスティールで見た。あの穴開いた部分通るのね。右側も穴開いてる。本当にどんな仕組みで岩倒れてきたんだよ。よし、ゴールだ。早く待て、なんか怪しいのあるから。おーしゃおしゃい。これはドキャンコンプじゃない。よーし、一発振るわ、気持ちがいいぞい。ここのボス倒したらいよいよ終盤って感じかな。奥が赤く光ってるのがご覧の通りっておっしゃってるね。ただの滝のある綺麗な元ホテルってだけで、すんごい住みよい場所じゃないですかここ。一体何が気に入らなかったんですかね。